地底の油を汲む施設らしい。放棄されて久しいようだが。ダルマスカが建てたのか。いや、ロザリア帝国だ。アルケーディア帝国と覇権を争う西の大国さ。二つの帝国の狭間で多くの国が滅んだ。ダルマスカ、ナブラディア、ランディス。小さな国はな、大国の顔色を伺うしかないんだ。オースラ、なぜここが。驚いたぞ。ビエルバに戻ってみればアーシュ様もお前も消えていたんだからな。まさかお前が空賊の手を借りるとは。バルフレイはシンズルに足る男だ。何よりもアーシュ様の意志だった。ならば俺は支えるだけだ。あの方が全てを失った時、俺は何の役にも立てなかった。今度こそどこまでも支えると誓った。それも騎士の道の一つかな。アーシュ様は。ここから離れた方がいいわ。砂嵐でも近づいてるのか。もっと悪いものよ。そうですか。やはり暁の断片はレースウォール王母に。オンドール公も今殿下のお気持ちを理解なさっているはずです。帝国の手前もあり、誘拐の件は伏せられていますが。それよりオースラ、あなたの成果は。すぐに出るぞ。ここらはウルタンエンサの縄張りらしい。話のわかる相手じゃない。面倒な連中に見つかったな。追い込まれる前に抜け出す。いいな。ウォースラ、ダルマスカ最高の手段は見つかったの。まずは暁の断片を手に入れます。全てはそれからです。Yeah! Ha!
Thank you.
いだ。それ。はい。はっ。Thank you.
Thank you.
王子、神々に愛されしレイスウォール王はバレンディアからオーダリアの両大陸にまたがる広大な領域を一代で平定し、ガルテア連邦を打ち立てました。覇王と呼ばれてはいますが、連邦樹立後のレイスウォール王は民を愛し、無用の戦を憎み、その精神は後継者にも受け継がれ、平和と繁栄が数百年もの間続いたのです。アルケイディアもロザリアも、その源流はガルテア連邦に属していた都市国家であり、レイスウォール王が築いた平和の中で生まれ育ったようなものです。レイスウォール王は覇王の血統の証となる3つの遺産を残しました。そのうち夜光の再編は後のナブラディア王家へ渡り、黄昏の破片はダルマスカを建国した我が父祖へ、最後の一つ暁の断片はここに封じられて、その存在は王族にだけ伝えられてきたんです。覇王は今日の事態を見越しておられたのでしょう。代々の王のみに許された場所ですから、証を持たない者が立ち入れば生きて帰れる保証はなし。墓守の怪物やら悪趣味な罠やら、そんなところか。その先に眠っているのです、暁の断片も覇王の財宝も。話がうますぎると思ったよ。